北海道知らぬか軍の一知らぬか軍は、北海道奥城総合振興局の軍。人口7454人、面積773.13桂平方メートル、人口密度9.64人、桂平方メートル、以下の一兆を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一兆に、 串路市の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の知らぬか軍域は、官営年間以来まさき藩によって、知らぬか場所が開かれていた。江戸時代以前から、明治時代初頭の交通について、陸上交通は、沿岸部沿いに都東国の函館から、千島国方面に至る道の途上となっており、完成十一年には、通行屋ができ、文化二年には、都家国都家地郡をつから、 釧路郡に至る道が開作されている。また、文化5年から文化7年にかけて、白らぬか所持から、赤寒郡を経て、釧路北見国境を越え、北見国阿網走郡方面への阿波列も、越も白か在勤の曝利、大塚骨太郎によって開作された。江戸時代後期、白ら郡域は、東江戸地に属していた。国防のため、11年白域は、 天領とされ、翌十二年には、八王子仙人同心、玄藩左正門以下五十人が入地、今日は二年知らぬか場所は、東隣の薬場所に吸収された。また文化年間になると、五福島神社も創建されている。文政四年に、知らぬか軍域は、一旦、正木藩領に服したものの、安政二年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。また、 開国直後の安政4年釧路丹田の開発が開始されている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、知らぬ家軍が置かれた。北海道1.2級町村聖市工事の知らぬ家軍の町村。ありがとうございます。